こんにちは、おっちゃんです。フードデリバリーの配達員をしています。今からですね、納付書で税金を納めたいと思います。ペイペイの請求書払いでやりたいと思います。いきます。支払います。ペイペイ払いました。よし、ね、もう一個支払おうかな。もう一回いきますよ。2つね、払いますからね。はい、支払いします。ペイペイ。ペイペイ。大阪府府堺市に支払い、個人住民税普通徴収、3期分と4期分で、5万1000ずつ合わせて10万2000円ですね。これはもうペイペイ通じてクレジットカードで支払うので、11月の、27日かな、僕は楽天カードからの引き落としになります。これで今年の税金はいけたのかな。いけたんでしょう。税金高くないですか。うち家族5人おるっすけど、だって消費税のもあるし、社会保険料とか雇用保険とか年金とか介護保険も払うわけでしょ。こんなおっちゃんみたいなギグワークしてたらさ、そのお弁当配達しか収入源なかったら、お弁当配達した配達報酬から税金払わなあかんわけでね。だから一見ウーバーイーツで320円とか、メニューで310円とか、そんな最低単価の報酬のね、そんな仕事してる場合じゃないかもしれへんね。とにかく税金払いました。国民の義務っていうやつですね。納税の義務を果たしましたよ。おっちゃんは今メンタル不調で介護の仕事してたけど、仕事休まなあかんようになってね。んで会社にお給料ないから、普通徴収でね、税金を給料天引きじゃなくて納付書で普通徴収で支払うっていう形を取ってるんで、払いましたけど、ひどいよね、税金とかね、社会保険料とかね。ウーバーイーツって3ヶ月やってみたんですけど、結局1時間あたり時給1100円ぐらいにしかならないんですよ。で、1日12時間しか稼働できひんから、1回続けてね、稼働できるのは12時間やから、なら、ね、1万3000円とか1万5000円ぐらいに落ち着くと思うんですよ、1日の売り上げがね。で、クエスト報酬やら
雨でブーストかかったりや何やあるけど、だからどうやったら1ヶ月に50万も60万も稼いだりできるんやろうね。うん、稼いでる人おるからどうやったら稼げてるんですかって聞かなあかんけどね。うん、人参おいしい、生の人参かじってます。うん、お菓子ばっか食べてたら病気になるからね。うん、皆さん、これが税金を支払った後の人間の顔です。国民の義務を果たせてよかったです。フードデリバリーしてね、クレジットカードの引き落としできるように頑張りたいと思います。じゃあフードデリバリーの仕事は最高です。お疲れでした。